宮城県仙台第二高等学校は、宮城県仙台市青葉区川内淀見橋通りにある県立高等学校。現在は男女共学であるが、2006年度までは男子校であった。通称は二校もしくは仙台二校。1900年に創設され、2000年に創立100周年を迎えた。文部一同を校訓とし、 自由と規律の双方を重んじる校風を持つ。創立時から男女別学の男子校であったが2007年度から教学化された。学生運動によって制服の着用義務が廃止され、私服での通学が可能となっている。1977年度仙台学区の南北分割により、同校は仙台北学区に入った。現校地の周辺は江戸時代には、 仙台城に近いため上級家臣の邸宅地が並び、明治維新後は第二師団をはじめとした第二本帝国陸軍関連施設が並んでいたが、戦後占領期には新中軍のキャンプ仙台となり、その後東北大学川内キャンパスや宮城県美術館などが並ぶ文京地区となっている。1985年に第5回全国高等学校クイズ選手権で優勝し、 冬の大会最後の優勝校となった。非正業に、励み雄大豪険の風を養いともに敬愛切さを、怠らず1927年頃の仙台市及び、近郊地図。現郊地の方に、第二中学校とあり、移転前の東北帝国大学医学部北隣の北六番長校舎の方は空白になっている。日清戦争後の国民改革の下、 増加する中学入学志願者に応えるため、1900年に宮城県第二中学校として創設された。初年度は、この年募集した1年生210名と、宮城県中学校分校より編入した5年生125名から、なる変則的な構成であった。1902年、北六番町校舎を新築し新校舎の所在地は、 現在の東北大学史学部及び加齢医学研究所があるブロックにあたる。校舎は当時の仙台市街地の北の端にあたり、仙台上町団球場にあって周囲よりも高い場所にあった。西陵地区の北側に校舎が位置したことから、北陵あるいは北陵に中との通称が生まれた。この通称は校舎が移転した現在も受け継がれている。1904年に、 宮城県立仙台第二中学校と改称し、以後、仙台第二の名称を受け継いでいる。1928年に、現高地に移転。これは、帝国陸軍騎兵、第二連隊が宮城野に移転したため、その跡地を利用したものである。現在、校舎がある北側の高地も体育館がある南側の高地も、胴体の跡地であるが、北側の高地では、 二天年の春に開催された東北産業、博覧会の第一会場として、新築校舎が利用されている。現在の南側の高地は、戦後の占領下に新中軍キャンプとして利用され、米兵とその家族用の50メートルプールや幼児プールが設置された。新中軍撤収後は、同校のプール、また、幼児プールは、地域の子供に開放された。 創立以来の男子校であったが、仙台2校卒業生の浅野志郎が宮城県知事に就任して、県内の男女別学校を次々男女教学化していったため、2007年に仙台2校も教学化された。当初の計画では2006年度より男女教学化される予定であったが、宮城県内の別学高校の PTA や同窓会による教学か見直しの請願を受けた。 県議会での決議等により、宮城県教育委員会は2005年2月25日の臨時教育委員会議で、仙台2校の2006年度教学科の1年延期を決定した。教育委員会によると、この措置は例外であり、2010年度まで県内公立高校をすべて教学科する、県立高校将来構想には何ら変更がない、との説明がなされた。 2006年1月10日、宮城県教育委員会は、県内の高校の教学科について最終決定を下し、仙台2校の2007年度からの教学科が決定した。この際、校名を変更することも検討されたが、PTA、OB、現役生の感情を尊重するため、結局は変更されなかった。2006年6月に開催された学校説明会には、 翌年度から教学が実施されることもあり、受験する中学生とその親、報道関係者も含めて、例年の2倍という史上最高の1400人が集まり、関心の高さが伺えた。そのうち、女子中学生の参加は4割を数えた。2007年度は、女子生徒70名の21.7%にあたる、が、仙台2校に入学。 その後2009年度に完全教学科となった。現在では女子生徒の比率は概ね4割前後で推移している。戦前は旧制第二高等学校をはじめとしたナンバースクールに数多く合格者を出していた。新生高校以降後の主な合格校は東北。現役での合格者数は東北大学が毎年60名程度東京大学が 毎年10名程度である。現校地のロータリーには、校舎移転子の校長である、河井絹吉の共像がある。文部一同が校訓となっているため、全員何らかの部活動に所属することが求められる。現在は、県部も可能である。応援団幹部であるか、放送委員会に所属している場合は、特例で部活動加入扱いとなる。愛好会。 研究会は部活動に加入しているとはみなされず、他に部活動に入る必要がある。全員がクラン着用。後輩から先輩への挨拶として、お、が、伝統的に使われている。現在選手が着用しているユニフォームは、早稲田大学野球部のものをモチーフとしたデザインとなっている。江尻慎太郎や77銀行の小川義秀など、プロ野球や、 社会人野球で活躍している OB がいる。また、現世は学園高等学校公式野球部、監督である、佐藤進も仙台に高校式野球部出身である。夏の全国高等学校野球選手権大会には、過去3回、1956年出場している。2013年、2019年に、健康相対優勝、南東北大会出場。 インストラクターとして、毎年1学年の野外活動を引率している。2001年には国体優勝を果たした。全国大会にも頻繁に出場しており、2005年も個人、団体ともにインターハイ出場を決めた。弓道場の入り口は、休校舎にあった、1922年創部。県でも競合のレベルにあり、県大会でも過去4回総合優勝経験があり。 東北大会でも総合優勝経験がある。近年では400メートル H、競歩、跳躍種目における成績が良好である。1988年の高校総体では宮城工業に次いで準優勝した。2011年個人で全国大会出場。2012年県の高総体でシングルとダブルス優勝、団体戦ベスト4入賞。 正月には OB が母校に駆けつけて在校生による初蹴りが行われる。ここ数年は夏休み中に2年生部員がオランダへ強化遠征を行っている。最高成績は1968年のインターハイ、準優勝。ミステリ作家藤岡誠、東北電力執行役員、高沢健次東京経済大学教授、小林健一はこの時のメンバーである。 毎年元旦には、恒例行事、ラグビー定期戦が行われる。両校のラグビー部、応援団 OB も結集する一大イベントである。競泳と水球の二つに分かれている。2001年の宮城国体では6位入賞。競泳においても昭和40年代後半に、健康校総体で4年連続で優勝した。現在でも、公立高校では、県下一を争う競合である。 総武1950年、1993年から2005年まで団体か、シングルスかダブルスいずれかで東北大会出場した。また、1983年、1993年、1994年はそのすべてで優勝した。1980年代後半には全国大会ベスト4となった。5月に仙台一高と裏定期戦が行われている。 1>, 1月と5月に2度定期戦が行われている。2校における柔道部の歴史は古く、歴代部員の一人には、三船久蔵がいる。道場には、三船の書、文部一同、加能おじごろによるものと伝えられる、基礎な道が掲げられている。近年、部員が少ない。1年生は入学してから数週間、伝統的に学ランを着用する。 文化祭での剣道部による助走ステージは内外ともに好評を博している。校庭に設置されたプレハブで活動する。週1回、師範による指導を受けている。大道塾仙台西支部による指導が行われている。同支部所属の長田健一も指導に訪れる。競技はアルペンのみである。部員現象による廃部の危機に直面するも、現在では男女ともに、 県内のトップ選手を要し、高校対抗では県2位となるなど、強豪校となっている。毎年、定期演奏会を催すのが恒例となっている。2002年の東日本大会に出場。1956年 NHK 全国商家ラジオコンクールにおいて全国第3位に入賞。東北大会では、1956年から1960年の アイダ語連覇。2014年の第38回文部科学大臣ファイ全国高校囲碁選手権大会で団体全国優勝。ギター部から名称が変更された。毎年北領祭で英語劇を披露している。2013年の第37回総文祭に出品。東北初の科学オリンピック日本代表候補を出した。毎年日本学生科学賞や 高校生科学技術チャレンジで入選。2011年11月には、米専門誌ジャーナルオブマテリアルズサイエンスに論文を、投稿、受理された。アニックスに参加している。定期戦 PR 更新と大運動会における、舞台校リレーの際、部員全員が義務としてコスプレする。中には、衣装や小道具を自作する者も,もいる。近年は、宮城県政トリカ研究発表会にて、 連続して最優秀賞を受賞。内南研究家は全国大会出場。アニックスに参加している。プラネタリウムを制作し、毎年北領祭での未無料で一般公開している。アニックスに参加している。毎年北領祭で苔玉を販売している。アニックスに参加している。理科舟で活動する科学部、物理部、地学部、生物部により、 アニックスが結成されており、部活説明会や北領祭などで共同発表を行っている。文芸物質は自習環境が整っており、ストーブ2台、消臭剤2本を完備するカキは虫除けも存在する。入って右にあるロッカーには年代物のレア書類がた々存在する。戦術の通り正式な部活動ではないが、所属者は部活動加入扱いとなる。 県内の放送部委員会所属者で制作するラジオ番組飛び出せ高校生諸君に定期出演しているほか NHK 杯全国高校放送コンテストにも参加している生徒は複数の愛好会に所属することができる愛好会は活動実績など一定の条件を満たせば部に昇格できる2008年後期の生徒総会にて初動愛好会が 部活動に昇格することが決定した。また、2015年の生徒総会で、バスケットボール部の女子部員受け入れが決定され、女子バスケットボール愛好会は、実質的な部への昇格を果たした。現在活動しているのは、以下の愛好会である。正式名称は、宮城県仙台第二高等学校応援団であるが、表記には、応援団が好んで用いられる。二校では、 在校生徒全員が応援団員とされ、競技の応援団員は応援団幹部と呼ばれている。一般の応援団員が応援する時の服装は自由であるが、応援団幹部は1981年より白い学生服を着用し、団長は2005年度で第88代を数えていた。しかし、2005年には応援団幹部が3年生のみとなり、 その引退により活動が停止した。そのため2006年2007年には応援団幹部なしの定期戦が行われ、生徒会が中心となって応援が行われる事態となったが2008年に新たな応援団幹部が誕生。3年ぶりに白蘭応援団が復活した。2009年に同校発の女子応援団幹部が誕生した。入団式応援団の主催で対面式と 連続して実施される。効果応援歌、雨か嵐か最も頻繁に歌われる、応援歌である。卒業後も、同窓会や、同級生の集まりで必ず歌われる。勝利の歌部活動定期戦や重要な部活動の、試合で勝利した際に歌う。歌う時には全員で肩を組み、大きな円形を作る。通常はその円の中心で応援団幹部が旗を振る。 旧姓二校の外科をそのまま流用した曲。仙台一校や仙台三校にも同じ曲が存在するが、歌い方や音程が微妙に異なる。1948年から毎年度末に発刊される文集として、生徒会士、造形を発刊している。クラスから選出された造形委員が発行主体となる。2009年前期には初の女性生徒会長が誕生し、 同年後期も同じく女性が務めている。仙台一校と仙台二校は設立年が近いこともあり、明治以来のライバルという位置づけで語られることが多い。なお、仙台三校の創立時より仙台三校をも定期戦に混ぜてほしいといった要望が仙台三校側からあるものの、創立年数があまりにも離れていることや、この二校の伝統を守ることなどの理由により、 実現しているのはソフトテニス定期戦のみである。公式野球部定期戦、毎年5月に開催される。森野との総計戦と呼ばれ、両校にとって甲子園出場をかけた県大会をしのぐ最大のイベントとなっている。1900年に最初の定期戦が行われたというのが定説になっており、本場の総計戦よりも古い。また、1916年には、 白熱した展開が両校の応援に火をつけ、紛争へと発展したため試合は中止、定期戦も廃止されてしまった。現在の定期戦は、この1946年5月をもって第1回定期戦としている。2017年には大雨により復活後初の中止という事態に追い込まれたが、その後代替試合が行われ、一校の勝利に終わった。 2019年までの優勝回数は仙台1校32回、仙台2校32回、通算戦績は72勝66敗2分。両校の新入生を中心とした応援団によるお互いを罵倒する矢字合戦は見どころの一つ。南式野球部定期戦1959年5月24日に始まる。当初は公式野球部と同様に、 二勝した方が勝ちという三回先制であったが、1990年より一回先制になった。2005年までの通算戦績は25勝19敗となった。バスケットボール定期戦三部定期戦の一つ。バレーボール定期戦三部定期戦の一つ。柔道定期戦三部定期戦の一つ。2005年までの通算成績は46勝55敗4分。 2005年までに105回を数える。陸上部定期戦、毎年8月上旬に開催。二校陸上部は定期戦の前日まで合宿をしているがそのまま定期戦に臨む。バドミントン部定期戦1963年から山形県立山形東高等学校と定期戦を行っている。ソフトテニス部定期戦1970年より仙台2.1。 参考定期戦が始まった。ラグビー部定期戦毎年元旦に開催される定期戦。観客動員数は公式野球部定期戦に次ぐ。ただし全国から集結するラグビー部 OB が多い。現役戦の前座として OB 戦が実施される。毎年4月下旬に行われる。奇妙な名前のついた競技やミスター2校選手権などが行われ。 最後には2校生全員が参加するマスゲーム、揺るぎなき希望は行う。マスゲームは4月中の体育の授業で2.3年生が1年生に教えるのが伝統となっている。2011年度は東日本大震災の影響により十分な練習期間が確保できず特例として10月7日に行われた。2校独特の準備体操。 1965年当時の体育教官であった渡辺孝吉らによって制定された。新入生は入学時に解説書が配布され、運動会に向けてマスゲームと共に体育の授業時間に先輩から指導される。大運動会の時には、かつては機械体操部の代表者が模範に立った。運動不可、難易度のやや高い都市体操である。 アニックスに参加している生物部、物理部、科学部、地学部で構成される部台校野球リーグ。近年は各部の部員数減少などにより行われていなかったが、2009年に各部の生徒により自主的に再開された。以降、毎年春もしくは秋に開催している。毎年9月初旬に開かれる文化祭のこと。北陵祭の北陵とは、 戦術の通りかつて仙台二校があった場所に由来し、1964年に文化祭から解消された。主な企画として、オープニングセレモニー、校舎の各教室で開かれる、運動、文化部やクラス単位の企画展示、行動等で開かれるステージ企画、祭りを締めくくるエンディングセレモニーなどが見られる。毎年恒例となっている名物イベントとしては、 助走で競い合う、ミスにこう、体力、知力、ユーモアセンスなど豊かな人間性で競い合う、モサにこう、歌唱力を競う、アーにこうなどがあり、これを目当てに訪れる人も少なくない。企画、運営は、生徒会執行部とは別組織である、北領祭実行委員会によって行われる。北領祭実行委員会は通称、北見と呼ばれ、各種企画の立案と運営。 正門の巨大モニュメントや、うちは、ストラップ等の記念品作成、その他祭りに関わる一切を担う。2008年6月14日に発生した岩手・宮城内陸地震によって、2008年度栗駒登山の中止が決定された。これによって、栗駒登山で使われてきた二十数時間の総合的な学習の時間の単位履修不足が発生してしまった。これを解消するため、 急遽新たな行事として、岩手山方面の野外活動が行われることとなった。この野外活動は、岩手山方面への登山、野外炊飯をメインとした行事である。生徒は、運動会後に、体育の授業で複数回行われる、自給層の成績と本人の希望により、岩手山、姫神山、八幡体の各コースに振り分けられる。このように全員が、 岩手山に登るわけではないが、生徒の間では岩手山登山との通称で呼ばれている。毎年夏休み直前の7月中旬に実施されるが、部活動の大会出場などで参加できない生徒も少なくない。創立の年に日光、足尾方面を旅行したのに始まり、1908年行計と1919 19年を除いて継続されたが、1923年は、 関東大震災により中止された。戦後、1946年に生徒が自主的に企画し、日光へ旅行している。3年後の1949年に学校行事としての修学旅行が復活し、1954年からは2年生の行事となった。行き先は年によって違ったが、関西、北海道が主であり、日数も最大7泊8日から2泊3日まで。 様々であった。しかし、1989年に発表された新学習指導要領により、新家庭カリキュラムの時間確保のため学校行事の見直しが行われ、1989年度入学の生徒から修学旅行は廃止することが職員会議によって決定された。1年生の行事として、1969年から2007年まで、 続いていた2泊3日の栗駒山登山である。毎年7月20日頃に実施されていた。はじめは、座オ山も候補であったが、スキー教室で出向いていることもあり、栗駒山に選定された。だが、2008年6月14日に発生した、平成20年岩手、宮城内陸地震により、2008年度の栗駒登山は中止された。理由は、以下の通りである。 戦術の通り、2008年からは、急遽、岩手山に場所を変更して、野外活動が行われている。なお、岩手方面野外活動のコース分けに用いられる、校庭の内周コースは、この栗駒登山にちなんで、栗駒コ,コースと呼ばれている。学校敷地は、広瀬2と接続する仙台市道1344号、中野西八線で大きく二分されている。南地には、 1999年に移転した仙台商業高等学校の跡地の一部が加わった。戦後の占領下において、新中軍の施設があった地区、シャワー室、トレーニングルーム完備、地元の小中学生の大会で使われることもある。県内の公立高校では50メートルプールは珍しい。もともと新中軍用のプールであったのと、水球の試合用途のために深い。 また、東北大学の学生もよくここで練習をする。東日本大震災が起きた2011年には、総対目ヤギ県大会がここで開催された。仙台2校ではジャージを体育の時着用する。1970年代半ば頃までは、白地の上下で胸に交渉がプリントされたものを用いていたが、その後青地になった。デザインは数十年変わっていない。 生徒の間では、その色と一年生のマスゲーム練習期間にゼッケンの縫い付けが義務化されることからドラジャーと呼ばれている。また、かつて夏の体操着として胸に大きな交渉が入ったランニングシャツを採用していたが、1990年代初頭にワンポイントの交渉が入った T シャツに変更された。仙台2校には五十メートルプールがあり、体育の授業の一環で、 毎年全校生徒が水泳を行う。かつては道路を挟んで体育館、図書館、プールテニスコートがあった時期がある。プールは9枚新中軍川内キャンプに関連した施設で、西短辺側が水深150センチメートル、対面50メートル側が200センチメートル長の台形断面のものであった。当時、仙台商業高校の校舎が隣接していた。 仙台に中時代の継承。1930年に制定、その名を刻んだ石を建て、その風景を読んだ、滋川家を残した。その一部は二孔八景に受け継がれている。仙台二孔敷地内に偏在する継承。その他にも敷地内には桜が150本以上植えられ、校舎は林立する、ヒマラヤ杉に囲まれている。清河園、萩花原、春風景。 ザオ池、西風、白雲賀家をそのまま継承、復元し、新たに雲島には和楽園を加えたものである。仙台二校、創立110周年を記念し、同窓会により中庭に建立。悲鳴の文部一堂は、卒業生の三船急増の言葉。国際センター駅の開業前は、バスや鉄道、地下鉄から自転車に乗り換えて、通学をするものが多く見られた。なお、 バイク通学は禁止されている。その他、バスを利用する場合は、以下のルートが用いられる。多数のため、宮城県仙台第二高等学校人物一覧、及び、カテゴリー、宮城県仙台第二高等学校出身の人物を、参照。ありがとうございます。